はい。カツメシ TV です。えっと、今回は新企画ということで、まあ、早速、あの、新企画の方の説明をね、行っていきたいと思います。え、今回なんですけど、えっと、新企画、えっと、また手ノ楽に続いて、まあ、黒板を使う形式ですね。まあ、自分はあんま面白くないので、こういう黒板とかいうことを使わないと、あの、ちょっと内容を生み出せないんでね、コンテンツを。やっぱこう頼らせてもらいますけど、えっと、まあ、ま、 「カツメシ心の俳句」と銘打ちまして1日1個1句ずつ読んでいくという企画ですね。はい、でですね「目」ってなんだろうねって話しあげるので、まあ、今回読んだ句はこちらですね。えー、キムワイプ股間拭いたら三輪山 えこちらなんですけどまあ結構その今回第1回なので伝統的な作風というかあんまり危ない橋は渡ってないですね字余り字足らずもございません、まあ、ただねやっぱ奈良時代とかさあの平安時代以前というか飛鳥時代とかの日本語の発音って今の日本語の発音とだいぶ異なってると思うんですよね、まあ、だから当時のね やり方とはちょっと違うとは思いますけど、まあ、やっぱあのー、萩原作太郎だとか室生宗生とかまあね昔こう新時代のこう詩を作ったまあ方々いるようにや令和になってもやっぱりやはり新しいあの俳句とか、ね、詩とか短歌とかあの戯曲だとかねそういうのを作っていくことあると思うんでねまあもしかしたらもう令和の。 新、令和の新大使というかね、先駆けになってる可能性もあるかもしんないわ、正直。で、どういう情景かっていうと、危ない、危、金属地をイメージしてるんですよ、宮輪山っていうのは。ちょっと危ないゾーンに入ったなっていう、あの、感じをちょっと意識してて、まあなんだろうな、やっぱ今って5月じゃないですか、その4月になると、 新入社員とかの人って、まあ、いると思うんですけど、やっぱ最初はまあ普通であろうと思うと思うんですね。だけど、5月になってきてね、だんだんこう多が外れてきて、ちょっと危ないことにチャレンジしてみようだとかってなると思うんですよ。それもちょっとイメージ的に入れて感じで、まあ、ちょっと危ない橋を渡り始めたというか、猿橋を渡るようなね、うんちょっと危ないねっていう。 今まではそう普通の感じだったのに急にこういうことしてもうああみたいな感じであるだうんまあということで今回の企画は以上となりますで日頃からねあのポリエチレンタ袋とティッシュでねあのー、あれなんですよね汗が止まんなくなってきてて最近ニセ <laughs> トロぶっ壊したらまあちょっとまずいんでまあちょっとそういう対策とってますけどね まあなんだろうな気がついたらなんか配信以外特に何もうんこ製造以外してないんですよねだから配信に特化した感じのね部屋になってますよね結構ねこれこの企画自体はちょっと関係ないんですけどまあちょっとフリートークすると割とね必要な道具って多いんですよね配信とかってうん で、まあこの辺とかも結構いろんな文房具だとか、まあ,あ,まあ消しゴムの在庫だとか、まあこういうね消し。まあ結局ね、あのー、黒板使った企画最近あんまり開けてないから言わないんですけどね。<laughs> まあでもまあ、まあ無駄だから使っていこうと思いつつ、ね、という感じですね。はい。まあちょっともしかしたら、もうなんか、最近このチャンネル見始めた人は、 あ,のポケあまりにも他のポケモンの実況者とスタイルが違いすぎてマジで意味わかんないと思うんだけど、まあ、これが俺だからなっていう俺はこういう人間だっていうことなんで、はい、なんだろうな最近サムネにしたあのー、ね昔昔別のこ今非公開にしてる動画から多分採取された画像にひげ生やしてこう貼って。 ね、あれはまあ要は「手の事件」っていうその僕の文学者としての,その最初のスタートになる出来事なんですけども不条理的なねもうちょっと顔面顔面神になってるわっていう感じなんだけど、うん、<laughs> やっぱさああいうそういう不条理な出来事ですよねあれ,あれのやっぱり元ネタとなったああいう。 写真使ってサムネ作ってもなんかその元ネタを知らない人からしたらあこいつはどう異常な人間なんだと思われがちなんだけどね実はあの全てこう道理に沿った動画を上げててあの1年おきにも進むストーリー的な感じがやっぱカツメシ意味なんですよねそのなずっと見てれば少しずつ物語が進んでいく卒業就職 退職あ、その間にもねあの <laughs> とんでもない数の就活とか、まあ、就活だるくなってきてサボり始めるとかね飛ぶとかいろいろあ,あるんですけどまあそれは置いときつつこうなんか就職と退職を繰り返すだとかあとなんかねでっち上げで追い込まれるだとかその経験をね面接で話して落ちるとか、まあ、いろいろあるんですけどいや少しずつこうストーリー進んでいくんですよ。だから僕は 俳句を読み始めたっていうのはまたそれなりに何か進展があったっていうことだと思うんですよね、まあ、なのであのまあ長い目線で見てくださいはいでいちいちなんかその元ネタ知らないと分かんないネタを投下し続けてることによってそれを説明するコンテンツをこう循環することができるっていうのをちょっと狙ってるんでねはいだから世の中金ですね正直はい金が大事だと思うんで ちょっとお金欲しいなと思います。はい、ではさようなら。